小説ウィザードリーシナリオ4ワードナの逆襲は、コンピュータ RPG、ウィザードリー4ザ、リターンオブワードナをベースにした、ダークファンタジー小説。著者は、手塚一郎。JICC出版局から発売されていたゲーム雑誌、ファミコン必勝本の別冊付録として序章が掲載され、後に大幅に加筆されて1990年8月に単行本として刊行された。コンピュータ RPG の始祖とも言われる、ウィザードリー1は冒険者となって地上から出発し、モンスターたちを倒しながらダンジョンを進み、地下10階にいるワルの大魔導士ワードナを倒し、ワードナの魔除けを地上に持ち帰るのが目的だった。これに対し、4は、プレイヤーはワードナとなって地下10階からスタートし、各地に配置された魔法園からモンスターたちを召喚し仲間にして、迷宮を徘徊している冒険者たちを倒しながら、地上を目指すという1の全く逆のパターンになっている。シリーズ中でも異色の作品であった。小説版はゲームと異なり、ワードナの視点ではなく、冒険者たちの視点で描かれ、ワードナが冒険者、守護者たちを次々と殺戮をしながら、数々の罠を突破してくる恐怖小説となっている。ゲームのワードナはかなり弱くお茶目な面もある一方、小説版では強大な魔力を持つ極悪非道の魔導士として描かれている。こういったダークな作品になった理由として、著者の手塚は、リチャード・マシスギやジョン・ソウルの作品の影響を受けたためと語っている。このように独自の味付けがなされているものの、ゲームの攻略ライターでもある手塚は、迷宮のトラップやワードナの召喚するモンスターなどの設定については、ゲーム版のものを忠実に守っており、登場する守護者などもゲームに登場したキャラクターを踏襲している。オリジナルのゲームはシリーズでも屈指の難解なゲームのため、原作をプレイして、辛酸を舐めているプレイヤーであれば、それを難なく突破してくる。小説版のワードナには、さらなる脅威と恐怖を感じられるようになっている。悪の大魔導士ワードナは、狂王トレボーから魔除けを盗み出した後、一夜にして、広大な地下迷宮を作り出し、数々の魔物を呼び集めた。彼は勇敢な冒険者たちによって倒され、魔除けは奪還されたものの、その肉体はいかなる剣で切り刻もうとも、灼熱の火炎で焼き尽くそうとも滅びなかったと言われている。そして、その肉体は迷宮の地下深くに厳重に封印を施されているという。それから100年ほど後、城塞都市を訪れた流れの冒険者一行は、このワードナの迷宮の見回るという仕事を受ける。彼らは探索の最中で、万平が何者かに無残に殺されている様子を、発見する。一行の一人である盗賊は、密かにワードナの墓から財宝を盗み出そうとするが、墓の中には何もなかった。その出来事は、世界の破滅の始まりを示していた。ありがとうございます。